話。今回は兵庫県宍粟市山崎町の物件をご紹介いたします。それでは早速宅内をご案内いたします。こちらは玄関です。玄関を上がり左手には続き間の和室がございます。続き間の南側にはお庭に面した広縁がございます。椅子を置いてのんびりとくつろぐのに良さそうです。こちらは6畳の和室です。東側にはダイニングキッチンがございます。お食事の後ご家族でゆっくりするのにぴったりですね。浴室は黒いタイルで落ち着いた雰囲気です。こちらはお手洗いです。8畳の和室がございます。8畳の和室には縁側もありますよ。屋根付きの土間スペースを挟み東側には離れもございます。床が解体されていますのでお好みでリフォームしていただけますよ。宍粟市山崎町でのんびりと田舎暮らしを楽しみませんか？ご案内などお気軽にお問い合わせください。